すごい、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 今のすごい、超楽しかった。今の曲が私たちの思いなんだとしたら、昔からずっと知ってる思いだったのかもね。うん、私もそう思ったよ。懐かしくてあったかかったもん。タイトルの名前が変わってる。ニードル。闇の思いが歌になったんだよ。私たちの思いが歌に。ニードルか。大切にしたいね、この歌。楽しかったね、世界で演奏。うん、気持ちよかったね。あんなライブきっとなかなかできないよ。あ、見て、空。あっちの星も綺麗だったけど、こっちの星も綺麗だよ。ほんとだね、綺麗。昔と全然変わってないね。うん、そうだね。なんだかまだふわふわしてる。あれって夢じゃなかったんだよね。そうだよ。あの演奏も今のふわふわした気持ちも全部本物だね。明日は普通に学校あるし。しほちゃん、現実に戻りすぎだよ。そろそろ家に帰らなくっちゃね。じゃあまた明日学校で会おう。うん、みんなまた明日ね。ことがあるんだけど、いいかな。二人ともごめんね。決まったら見に来てほしいな。そっか、こんなに簡単なことだったんだ。もっと早く思っていること話せばよかった。私バカだな。ね、こんなこそこそほなみのこと見てていいのかな。しー、聞こえちゃうよ。後でどうだったか聞けばいいだけなのに、なんで私まで。あ、だって心配だからさ。でもうまく話せてるみたいでよかった。うん、ライブ見に来てくれるといいね。志保の誤解も解けたみたいだし。別に
私のことはどうでもいいって。私は嬉しいよ、志保のこと。これからもっと分かってもらえるかもって。恥ずかしいこと言わないでよ。ほら、授業始まるよ。行こう。授業終わりってわけで、4人でバンドの作戦会議しよう。作戦会議？そう、まずはバンド名ってどうする？まだ決めてなかったよね。さっき、なんで私の方見てるの？なんとなく、いっちゃんこういうの得意かなと思って。もしかしていちかちゃん、もう何か考えてるの？いや、何も考えてないけど。